日アメリカ軍は、横須賀海軍基地で、トマホーク巡航ミサイルの運用訓練を、日本の自衛隊関係者に対して実施したとの情報をキャッチしました。今回は、日米でのトマホーク訓練ついに、開始で、イージス艦実装間近を詳しく見ていきますね。北朝鮮の動きがおかしくなっているのは事実で、サッカーの試合を危険しています。何かが動いている。加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムで寄港するときに、持ち帰るのかな？私だけの妄想です。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が、日本の自衛隊関係者に向けて実施された。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は、3月28日に、在日アメリカ軍を通して、一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなった。エマニュエル氏は、県のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することを、ポイントとして、報道陣にコメントを発している。政治的には、来月の2024年4月10日に、日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて、同国のバイデン大統領との会談を行う中でも、日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆された。日本政府としては、従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を、政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得、保有、運用を定常化させる姿勢を示している。自衛隊側では、今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員は、元より航空自衛隊員も含め参加を行ったとされており、隊を超えた連携も考慮されていることが推察された。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを、自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だ。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を、戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われる。在日アメリカ軍が、今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で、2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだった。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が、2024年4月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルは、その中でも、比較的に新しいフライト 2A というバージョンにあたる。マッキャンベルは、満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた小型方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で、速力31ノットと公表されている。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には、航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として、被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろう。マッキャンベルは、今年2024年1月末に、在日アメリカ軍がそれまで配備していたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに、近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だった。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A として、マッキャンベルは、主兵装に、マーク 41-7VLS を96セル実装しており、ここから、
今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有している。前述したように、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は、金剛型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でも、これらが、トマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろう。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は主任務として北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の用途と位置づけられてきたが、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中で、その役割は多様化してきているように思える。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の椅子も型2隻も航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となる。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることで、イージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺える。これら10隻体制のイージス艦とは別に、2隻のイージスシステム搭載艦を配備を中止したイージスアショアの代替策として新造することも確定しており、ミサイル防衛の中心はこちらに移行することも想定される。さて、話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は同ミサイルを総額およそ2540億円を投じて最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけてその数を受け入れるとされている。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用としておよそ1694億円、同ミサイルを運用するため搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得におよそ847億円が計上されている形だ。もともとの計画において、日本政府はトマホーク巡航ミサイルについて400発とされるすべての数を最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断した。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更された。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4を共に各200発ずつに安分して取得することに変更、性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられる。トマホーク巡航ミサイルはバージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中である。またブロック5にはブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらにこれを艦対地艦対艦攻撃用途を兼用可能とした護衛型、艦対地攻撃用の能力を向上させた 5B 型という3種類が製造されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな反対派の団体や個人は従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けている。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたのだが、そこに出演していた反対論者は、日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかった。ただしその番組の司会者は憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ日本の言論空間も変わってきていることを実感させられた。
2024年2月14日、防衛省内で、現岸田政権で防衛省を務める木原氏と、アメリカの駐日大使を務めるラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明した。これは、木原防衛省との会談を終えたエマニュエル駐日大使が、マスコミの取材に答えたことで明かされた内容であり、この2024年3月末より、アメリカ軍側が、自衛隊に対するトマホーク巡航ミサイルのトレーニングを開始するというものだった。今回、エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、その運用に関するトレーニングを、まず、神奈川県の横須賀基地内において、座学の形式で開始すると説明がなされた。神奈川県の横須賀基地は、在日アメリカ軍が、海軍の第7艦隊の母港としている拠点であることから、実際にトマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由だと思われる。エマニュエル駐日大使によれば、今回は自衛隊の対象者30名をこの横須賀基地に集めて、2024年3月25日よりトマホーク巡航ミサイルを運用するためのトレーニングを開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるのだろう。アメリカ軍では、海軍がトマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦として配備しており、日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルにトレーニングするとめされる。エマニュエル駐日大使は、1964年生まれの64歳の民主党員で、これまで、アメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から、現職である、駐日大使の任に従事している人物だ。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験をエマニュエル駐日大使は有しているわけではないが、初めてトマホーク巡航ミサイルを運用する自衛隊に対し、入念な運用準備を進めておくことの重要さを説いたものと言えるだろう。日本では、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルは、この2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象とするものと考えられており、これらは、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇だ。海上自衛隊では、このイージス護衛艦の内訳は、現時点では、建造が古い順に混合型4隻、アガ、5型2隻、マヤ型2隻の合計8隻となっているが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映し、今後2隻を追加する計画となっている。それに加えて、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアの役割を代替する存在として、従来のイージス護衛艦と同様に、イージス兵器システムを搭載する、イージスシステム搭載艦2隻の新造も、同時並行で進められていく。そのため、将来的に、海上自衛隊としては、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の合計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することとなるが、今調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、まず、既存の8隻のイージス護衛艦への統合が見込まれる。よって個人的な推測だが、今回、横須賀基地において、トマホーク巡航ミサイルの運用のための座学を受ける対象者30名とは、既存のこれらイージス艦8隻の並走運用担当者から選抜された第一陣の方々ではないかと考えている。トマホーク巡航ミサイルは、政治的には、現在の岸田政権が掲げる反撃能力を体現する兵装であり、これまでに自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を有し、運用用途自体が異なってくることは想像に難くない。現在の日本政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称し、それまで、敵基地攻撃能力と政治的には称されてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための合理的な理由付けを体系化しようとしている。ここには、すでに多数の中距離ミサイルを配備し、日本をその射程距離に収めている中国と、
新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが、喫緊の日本の課題となっていることを感じさせる。従来の冷戦構造下での時代には、日本の自衛隊は、専守防衛という、錦の大畑の下、自衛用の兵器の装備に特化し、攻撃という点は、同盟国であるアメリカ軍に丸投げする手法が、政治的にも経済的にも理にかなっていた点は確かにあった。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩の前に、長距離打撃兵器の射程距離は、まさに桁違いに延伸されてきており、自衛目的の兵装とは、いえ、土敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、同様に長射程化を避けて通れない。今も続くロシア・ウクライナ戦争においては、昨年より苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられているウクライナ側だが、やはり、そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が横たわっている。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きであるウクライナの防衛を同列に論じることには無理があることは確かだが、ウクライナ側に、有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況は、また違ったものとなったと思われる。さて、日本のトマホーク巡航ミサイルの調達という、事態に話を戻せば、当初の想定であった同ミサイルの最新バージョンである、ブロック部の調達から、少し変更が生じ、一つ、前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わっている。もともと、日本政府としては、トマホーク巡航ミサイルの最新バージョンである、ブロック5を2026年度から400発調達することを希望していたが、これを1年間前倒しして2025年度から行うため、半数をブロック4とする折衷案に変更されたという。こうした点を捉えて、そもそも今の日本政府がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力からは、日本政府がアメリカ政府に懐柔されて、片落ちの兵器を言い値で押し付けられたかのような指摘の声も上がっている。しかし、たとえ最新バージョンのブロック5ではない4であっても、射程距離は、ほぼ同等のおよそ 1600km であり、ここまでの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては、大きな戦力向上に寄与することは間違いないだろう。今回のトマホーク巡航ミサイルの調達に関する総費用だが、2023年11月にアメリカ議会に告知された内容によれば、本体のブロック4と、5の各200発とこれらを運用するためのイージス護衛艦への管制システム等の付帯費用込みで、約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円とされている。もともと、2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイルかかる費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用で1104億円、合計では約3217億円であり、想定より増加した点は否めない。ここで興味深いのは、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用についてで、今回の内容では、この武器管制システムは、14機となることが決まっており、前述したように、現在、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っている点だ。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦が2隻、イージスシステム搭載艦が2隻追加建造されることは確定しているが、これらを加えても、海上自衛隊のイージス護衛艦等の合計数は12隻であり、武器管制システムは、2機多い計算になる。この点は、単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦等ではなくとも、MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載も視野に入れているのか定かではないが、その部分も含め、今後の確定情報のリリースに注目していく必要があるだろう。
自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したとの情報をキャッチしました。今回は、馬毛島着工から、1年工事の進捗状況と完成はいつなのかを詳しく見ていきますね。いつの間にか馬毛島基地と呼ぶようになり、基地に変化していると感じたのは私だけでしょうか。工事費用も当初予定の2倍となりつつある中、日本は防衛戦略の見直しが急ピッチで進んでいます。全く馬毛島売却の話が進まなかったのにね。2024年3月1日、昨年2023年1月12日より、自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島において、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したことが、防衛省の報告によって明らかにされた。馬毛島は、行政上の区分では、鹿児島県の西之表市に属する島であり、西之表市は、地理的には、馬毛島から見て、東方向に 12km ほど隔てた種子島北部を主とする自治体で、人口は2024年2月頭の時点でおよそ1万4000人となっている。この西之表市に属する馬毛島は、日本政府が買収を行うまで、一民間企業のタストンエアポート社が、ほぼ島の全域を所有しており、少数の同社の関係者が居住はしていたが、それを除けば事実上の無人島と言える状態だった。日本政府による馬毛島の買収額は、2019年1月には、最終的に、およそ160億円で決着を見たが、その後も買収契約をめぐっては、二転三転する事態が続いたものの、同年12月、頭に、両者が、大筋で合意に達したという経緯をたどった。これにより晴れて、馬毛島の大半を買収によって取得した日本政府は、防衛省を通して、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う前提で、2022年月末から、その実施が、同島の自然環境に与える影響を評価する環境アセスメントを開始した。そして、この環境アセスメントの実施と並行して、防衛省側は、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う工事事業者を募る入札を実施、その是非に、賛否は、ありつつも、翌2023年1月から実際の工事に着手した。今回はこの一連の馬毛島への自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設の第一段階として、工事の開始から1年強を経て最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したという状況であり、マスコミ各社が報道を行ったと言えよう。馬毛島におけるこの最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したというニュースは、それまで一民間企業が大半を所有していた同島にとって、基本的なインフラが存在しなかった状態を一変させたものだと評価できるだろう。こうした馬毛島の基礎的なインフラ整備に必要な資材は、鹿児島県本土の一菊式の市をはじめ泉、鹿屋市、そして同じ離島の奄美市などで必要なコンクリートブロック等の製造を行い、晴天時に専用船で運ばれている。鹿児島県内に泊まらず、こうした必要資材の製造は、大阪府、三重県、長崎県などでも実施されており、最終的には、2023年1月の開始から数えて、4年の工期が予定されており、これを実現し、2027年中の完成を目指している。馬毛島でのこれらの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事に従事する人員の総数は、同島と隣の種子島で、2023年末の時点で、すでにおよそ2800名規模に達しているが、今後も最盛期には4000名規模になることが予定されている。その場合、その工事に従事する建設作業員の収容には、3000室の仮設住宅を完備することとなっているが、あくまで仮設住宅であり、その居住環境については、複数人で一部屋を使用する必要も生じ、その意味ではストレスも予想される。そのような環境下で今回仮設とはいえ、一つ目の桟橋が完成を見たことは、作業効率の大幅な向上に寄与するとめされており、離島であるが故に天候に左右される工事であるものの、24時間を3交代で進める体制が可能となった。
そして、この馬毛じまいの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事は、防衛省と国土交通省の2つの省庁が協調する体制で進めれており、必要となる滑走路や港湾設備の土木工事については、受注したゼネコン各社との随意契約が行われている。これらの馬毛島での設備建設工事の費用は、当初の見積もり上ではおよそ1680億円という金額が試算されていたものの、相次ぐ請負事業者とのその後の随意契約によってありがちな展開とはいえ、すでに倍増以上のおよそ3500億円に達したと報じられている。そのため、これも、こうした随意契約での増加に警鐘を鳴らす声が、一部のマスメディアから発せられる状況となっており、2024年度までの累計でおよそ8821億円に上っている総工事費用は、関係者の多くが1兆円を超過する可能性が指摘しているとの報道も散見される。こうした傾向は、馬毛島の件に限らず、沖縄県の在日アメリカ軍の既存の普天間基地を辺野古へと移転する計画でも同様と召され、辺野古への移転工事も、総工事費用は、現時点でおよそ9300億円とされており、こちらも、さらなる増加の懸念が指摘されている状態だ。いずれにせ、予言在の日本を取り巻く経済的な環境は、これらの工事に対しても、慢性的な人手不足をはじめ、世界的な物価の高騰を受けての資材価格の上昇も確実視されており、費用面で、一部のマスメディアの指摘通りとなる公算は極めて大きいだろう。しかし、在日アメリカ軍の普天間基地の辺野古移設にせよ、馬毛島における自衛隊の新たな基地の建設にせよ、今の日本の置かれた中国の軍事力の脅威の増大を鑑みれば、多少費用がかさんだとしても、取り組みは必須の課題だと個人的には感じる。南西諸島方面の中国からの軍事的な圧力の増大傾向が一層強まると予想される現在において、新たな軍事拠点の整備は、残念ながら進めざるを得ない喫緊の課題であり、防衛費の増額が果たせた今こそ、同時並行で進めていく機会ではないだろうか。さて、馬毛島の自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設であるが、防衛省の計画によれば、今回仮設とはいえ完成した一つ目の桟橋は、道東の北側に設けられる二つ予定のうちの最初のものであることが確認できる。防衛省が公表している馬毛島の計画は、道省のホームページ上では、航空自衛隊の馬毛島基地、仮称の施設配置案として公開されており、これによれば、桟橋は、北側から、島を時計回りにして、3カ所の仮設設置が予定されている。そのうちの北側から、2番目のものが今回完成を見た仮設の桟橋ということのようだが、こうした仮設の3つの桟橋の下、南側には、防波堤を含む大規模な船舶の係留施設や、さらに、その下、南には、2カ所の揚陸施設の建設が明記されている。馬毛島基地、仮称の訓練設備として、その中心となるのは2本の滑走路であり、道東の中心部に、北西から南東方向に位置する全長2450メートルのものが主で、横風発生時に使用する2つ目の滑走路は、北東から南西方向に1830メートルのものが想定されている。これら2本の滑走路の周囲に、馬毛島基地、仮称の運用を支援する、管制塔をはじめとし、基地に滞在する関係者の宿泊等を行う施設が配置され、さらに航空機用の中期設備である格納庫や燃料貯蔵施設が、その南東側に設置される計画となっている。また、メインの滑走路の南西側には、特定の航空機用の訓練設備が配置される予定となっており、具合的には、ここでは、航空母艦化される出雲、片護衛艦の艦載機とある F-35 ライトニング2B 型や、C-130 輸送機等の不整地での着陸の訓練等が想定されている。馬毛島基地、仮称の運用を開始する場合、防衛省側では、150人から200規模の自衛隊員を配置することを掲げており、当該の隊員とその家族は、隣接する種子島に設置される宿舎に収容する予定であることも公表されている。日本の多数の離島の例に漏れず、種子島も過疎化対策が希求される島であるため、この自衛隊員とその家族用の宿舎は、
西之表市、中種町、南種町の3つの市町に分散して建設され、道東の活性化の一翼を担う点にも期待が持たれている。しかし、何と言ってもそもそも、馬毛島基地仮称を設置する最大の目的は、在日アメリカ軍の航空母艦が入港時に行う艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP 訓練場所の確保なのだが、その日数は年間でも数十日と決して多くはない。したがって日常的には日本の自衛隊が訓練を行う拠点として活用可能となることに大きな意義があると思われ、今後の南西諸島の防衛に向けた大きな役割を果たすことを個人的には期待してやまない。